こんにちは、さゆたかさん、はい、もう残り試合がもう少ないところだと45試合とか そんな感じですよね。まあカープは結構雨で中止が多かったので残してるんですけど、その他のチームとかだと室内多いところはもうそろそろ39試合とか見えてくるのかな。いや本当そうだよな、あっという間に。いやそれもそうだよな、はい、もう8月の中頃になるとさ、はい、あと1ヶ月ちょっとだよね。そうなんですよ、早いな。もうあっという間、1年中やっててほしいけどな。ゆたかさん大丈夫ですか。2年間ぐらいかけて2年間かけてやるんですか。ずっと3連戦の振り返りは続きますよ。あ、それ辛いなですよ。まあね、あの選手もね、あともう少しというところが見えてきたところで、はい、あのね、必死になって戦ってると思うんですけれどもそんな中やはり阪神がそのオールスターの直前からここまで非常にこう上向きというか上がってきていて、うん、ここに来てやっぱりね優勝を狙えるんじゃないかというところまで来ました。でそんな中岡田監督がテレビ取材で後半戦の鍵そして作戦の変更ということを明かしたということなんです。というのも前半では盗塁のサインも出してきたけれど相手のクイックのレベルも上がってなかなかスタートが切れなかった、それで追い込まれる悪循環もあった、それならアウトを1つ与えてもバントで進めようというふうに変えたということでバントで進める戦術に方向転換をしてきたということなんです。でさらに今後のポイントとしては先発投手と打線の兼ね合い鍵になるのは 1,2 番の出塁だろうねというふうに話されたということで、まず1つ目その盗塁もうさ、その盗塁も、はい、まあ、作戦変更も、うん、全て変えたのは、うん、やっぱ森下、里輝、大山だよ。やっぱクリーンナップが当たってるから、はい、やっぱリスクを背負って、うん、走らせて、うん、アウトになって流れが止まるよりは、うん、やっぱ中野がバントするケースが多くなったもんね。そうです。それはやっぱクリーンナップ誰かが返してくれるんじゃないかって。で1本返すことによってこれが1点になり2点になりっていうやっぱこう流れを呼んでくるからさ、うん、だから、まあ、そういうふうに変えたのかなっていう。確かに今年盗塁して相手キャッチャーに刺されるっていう場面結構ありましたね。まあ、あるけどね、うん、あるけど、まあ、それもリスクを伴っても仕方ないというふうに最初は思ってたと思うんで、うん、これはなぜかというと走らせないと点にならないから、うん、で誰が打つんだって言って誰も打たなかったからさ。そうでしたね。だからリスクを伴って先の塁を狙っていくしか、うん、やっぱ作戦がなかったんだよね、はい、見てると。でみんなが全体的にこう状態が上がってきたからさ、一つ起こることによって1点になり2点になりって、まあ、そういう相乗効果が生まれてくるというね、うん、だからまあ作戦は当然変えてくるだろうなと思ってたよ。だからクリーンアップの調子が上がったからっていう、まあ、そうだよね。だからまあリスクも伴う必要もないし、うん、まあ、ただ走ってくれるとありがたいけどね。本来はね。いやそれはもう確実に1点取れるようになるからさ、うんうんうん、ランナーセカンド行って中野が引っ張るか送るかにして、はい、ランナー1塁サードになったら、まあ、大体は点が取れるよね今の状態だったら。ですよね、犠牲フライで1点もできますよねだけどそこの危険度を伴うよりはタイムリーも出るようになったし、はい、だから、まあ、非常にいい形では進んでる、ね、うん、もちろんその盗塁をゼロにしたわけではなくて、まあ、ゼロにはしたわけだっていうことですよね。いやそれはね、盗塁のサイン出されてもね、うん、走れない時あるって、うんうん、言ってましたね。本当にあるんだ、うん、で真っ白は甲子園でしょ、はい、で下が悪いとか、うん、下がちょっと空回りするとか、うん、まあ、いろいろこう走路っていうのは分かってると思うけど、前か後ろかっていうのはね分かってると思うけども、まあ、それでもやっぱねスタート切れない時っていっぱいあるからね、うんうん、でアウトスタート切った以上はセーフになりたいしさ、はい、誰もアウトになりたいと思って走るやつはいないから、うん、だから近本中野っていうのは非常に難しいと思ってたよね。あ、だからそこはまだベタでマークされるから。そうですね、だからそれはもう厳しかったと思うので、うん、でランナー一塁にいることによって、うん、まあ、走り屋とすれば、うん、いや配球変わってくんだろうみたいな、うんうんうん、で、マス系が増えるからいいじゃんみたいな、そこでちょうど打ってよっていう、うん、まあ頼ってる部分もあると思うんだよね、うん、だけど一向に打たなかったからさ。そうでしたね前半は、うん、だから走るしかない。でも走るってもなあ疲れるぞ。そうですね、一回走るだけでも走り嫌だって豊さんが言うから走るの疲れるよ
もう本当にこうピリッピリして塁上いるからね、神経ね。いや、ここは本当に牽制なのかスタートしていいのかっていう。それでアウトになった時の気持ちっていうのは、いや、もうさ、最悪だよですよね、もう確かに。いや、ここだと思って力が入ったらやめようみたいな。そうか、力入っても走れないのか。走れない。そうか、あと牽制ももちろんありますからね。気類しないといけないし、でもう今だったらさ、汗びっしょりだよ、はい、一回スライディングしたらべっとりだよ、泥が。それが疲れてたらこの泥が重く感じるんだよ、ユニフォームが重くなっちゃったみたいな。そんなの感じるんですか。いや、感じるぐらい疲れてる時があるって。そうか、うん、いや、だからそれはね、まあ、作戦変更っていうのは、うん、これはもう全体的な調子が上がってきたから、はい、まあ、そうしたっていうのは大正解だとは思うけどね、うんうん。まあ、でも本当にあのなかなかバント やり始めてから点になってるケースが非常に増えたよね、はい、実際問題そうなんですよね。9試合中6試合でやっぱ初回得点につなげることもできてるということなので、はいはい、やっぱ作戦変更っていうのはクリーンアップが、まあ、そうだな。だって森下だってあの10試合連続打点を上げてたし、うん、はい、そらなあ、送るの正解だよ、ですよね。あとはやっぱりそのここからのポイントとなってくるのが 1,2 番の出塁っていうふうにはおっしゃっていて、はい、まあ、そうだな、もう打順は変えないというふうにもうおっしゃってるんですけれども、やっぱり1番近本選手、2番中野選手が、はい、とにかく塁に出るっていうことが、いや、そらそうはもうそらそうだよね、うん、まあ、どこのチームも 1,2 番が元気だと、うん、だってジャイアンツの、はい、やっぱこの元気の良さっていうか、うん、順位の安定度見るとさ、はい、やっぱ丸がいいし、うん、吉川が丸を生かすし、はい、だからここら辺の 1,2 番のコンビがいいよね、うんうん。まあ、それと DeNA がバーンと調子が良かった時っていうのは、はい、やっぱ梶原とオースティンがそうでした、ね、もう本当にチャンスを作って広げたからね、はい、うん、だからまあ広島なんか安定してるのは秋山が入り、はい、野間が2番に入り、うん、まあ、だからやっぱ 1,2 番はでかいよね。やっぱりそうなんですよね、うん、だってヤクルト苦しんでるんだよ、塩見がいない。そうなんですよ、1、2番がね、1番がっていうところですよね。ね、だから1、2番がこう固定できないっていうのが、はい、やっぱ苦しんでる要因だし、うん、だから今1、2番っていうのはすごく大きいよね。ですよね、うん。さあ、ここから阪神が優勝を狙っていくには、はい、こういったことも含めつつ、この後どういった戦いをしていったり、誰がキーポイント、まあ、これは投手も打者もそうなんですけれども、どういうふうにこうしていかなきゃいけないですかね。どうする、うん、どうなっていけば優勝っていうところに立てる、まあ、相手がいることだからな、はい、それはまあなかなか難しいけども。今って党の方が心配ですか、豊さんは。誰よりも、いや、やっぱりね、4番とエースがしっかりしておけば勝てるよ、うん。今シーズンはやっぱ才木投手ってことになるんですか。まあ、そうだな、俺はポイントは西だと思ってるけどね、うん。西勇輝投手、あの安定感はすごいぞ、うんうん、はい。だから西が投げた時に勝たないと絶対ダメだと思う。そうか、いや、そのあのやっぱコントロールの良さとか乱れがないっていうのは、うん、そうそういるピッチャーじゃないよ、はい。だから才木は力がある、ただ力が落ちたら、まっすぐの力が落ちたら、うん、やっぱ打たれる傾向になるよ、はい。だからどちらかというと弱さに似てるよね、はい。だけど西っていうのはやっぱこう安定してるよ、うん、本当にもう熟練の技があるというか、うん、だからこれはポイントは西だと思ってるけどね。でエースと4番ということは佐藤輝明選手今だと、うん、中継ぎはどうですか。中継ぎとあと後ろっていうのはやっぱもう切り式だよな、うんうん。やっぱキリシキがもう本当にアクシデントがあったらもう危ないぐらいの大車輪役だから。キリシキ投手、あとまあ石井投手もそうですけど、この2人がここから疲れが出てくるってことは。いや、出るよ、出ます、間違いなく出る。いや、ただ先発がだから疲れさせないようにどれだけ長いイニングを少しでも投げてくれるか。そうですよ、ね、だから1日交代、はい、あ、昨日キリシキが投げたら今日石井とか、うん、になってくれると助かるけど、2枚使い出すと、そう、どうですか、そうなんですよ。あ、これ2点ビハインドで厳しき、ここで投げさすのはちょっとこれを落とした時にはリスク伴うよっていうような感じになってくるから、うん、だからできるだけ休みを与えながらっていうやりくりは大変だと思う。桐敷投手と石井投手のところにあと何人ぐらいこう代わりが入ってきてくれるとまた嬉しいんですかね。まあ、贅沢言わないから2人だよ。2人、まあ、2人でも贅沢なのかも分かんないけど、うんうんうん、まあ、だけどあと2人やっぱこう昨年みたいなね、はい、島本とか今下でいますね、島本コーチ、はい、あとはやっぱり湯浅だな、
そうですよね、まあ、本来から左あと1枚、右1枚、うんうん、だから湯浅っていうのはやっぱり人気もあるし、はい、やっぱなんかこう日本シリーズで雰囲気をバーンと変えたみたいな、うん、そういう雰囲気を持ってるピッチャーだから、復活してくれるといいなと思う。ですよね。だから名前と去年までの成績を持ってる中継ぎ陣っていうのはいるんですけれども、なかなか今シーズンちょっとっていうところがあるので、どうしても負担がね、桐敷投手とあの石井投手にかかってしまうんですけど、あとゲラ投手と岩崎投手はどうですか？まあ、これはもう相手を見ながらどっちを先に使うとか、うん、まあ、大体岩崎が後ろっていうのは基本的にはあるだろうけども、うん、まあ、打順によって、まあ、左が並ぶ、これは代打ないなって言った時には岩崎が前に来たりだとか、はい、ゲラを後ろに回したりだとか、うん、これは流動的にやっといた方がいいのかなっていうような感じがするよね。火曜日、ヤクルト戦での初戦の時に9回、まあ、さよなら負けをしてしまって岩崎投手が、はい、そこで岡田監督が特に何かプランを変えるとかそういうことは、それはないよ。もう今更変えるだけの余裕もないし、うん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 、それとやっぱり変えるほど悪くはなかったからね。あ、そうなんですね、うんうん、ただやっぱりこうどうしていいかっていうのを迷ってたよね。だ満塁にしてまで OK だみたいな、うん、いやでも満塁するときついなとか、やっぱこう迷いを生じたよね、うん、だからそこら辺はやっぱこうベンチがはっきり、はい、もう歩かせろみたいな、うん、勝負なのかもう勝負打たれてもいいからもう勝負しろみたいな、うん、とかはっきりさせてあげるといい。そうですよね、うん、まあ、昨日の村上のサヨナラっていうのは塁、うん、も詰まってたし歩かせるっていう発想は岩崎の中にはなかったと思う。豊さんの中では歩かせるかなってあのカウントなった時に、いや、まあ、2-3 っていうカウントだったから、うん、2-3 だよな、歩かせてもいいかなと思ってたんで多分 2-3 だったと思います。だよな、うん、まあ、フルカウントで言えばボールで誘ってほしかったな、うんうんうん、フルカウントっていう性質を岩崎ぐらいだったら生かしてほしかったなっていう。そうですね。村上も反応したと思うんだよね。やっぱ三振はしたくないじゃん、はい、ああいうところで、うん、だからそこら辺の駆け引きがちょっとできなかったかなっていうような感じがするけどね、うん、だ特にその状態がとかすごい疲れてるとかそういうわけではそういうわけでもないと思う。ただね、やっぱ精神的な疲労っていうのは分からないからね、うん、肉体的な疲労っていうのは動かしたら分かるんだけど、はい、だけど精神的な疲労っていうのはやっぱその時その状況によって変化するものもあるから、はい、それはねずっと負けてて急にゲームをひっくり返した、よし行かなきゃいけないって、うん、何にも考えなくて作ってポンと行った時っていうのは結果がいいと思うんだよ、うん、でも1対0でずっと来てて、はい、勝ってて、うん、いやもう1点取ってくれないかなと思いながら1対0で行くっていうのはやっぱすごいなんかこう荷物を背負って行くような感じはする。ずっと考えてるプレッシャーの時間ってありますもんね。そうか。だからもう全くシャットアウトしてさ、うん、もう野球見せない。ヘッドホンかなんかネットフリックでも見せておいて。さあ行ってこいって。なんだ、なんていうの？どこも見るなみたいな。逆にね。そうだったらできればいいけどな。そうですよね。いやー、ただ阪神は今現在3位で上に巨人とカープがいる状態で、まあ、カープはカープで、ね、今現段階では連勝していて調子が良くてっていう、そこに食い込んでいかなきゃいけないっていうのは、まあね、まあ、一つ優勝するにはちょっと大型連勝っていうのが欲しいな。阪神のもう1回2カード連続3連勝3連勝ぐらいでいいから、まあ、大型ってまあ10勝ぐらいね、10連勝みたいなことができれば一番いいんだろうけども、うん、今年の場合はそこまで他の球団も含めて、はい、うん、多分ないと思うんだよ。こっからはもうなさそうですか、うん、だから6連勝7連勝、まあ、ぐらいかなと思う。それをやりたいよね阪神。そうです、まあ、広島は一足先にやってます、ね、それをやって、うん、なんかこう勇気を持って戦えるみたいな、うん、だからまだ自信暗鬼だと思うんだけども、だそれを気分を変えてよしってなるのはやっぱそこまで連勝ちょっと伸ばしてほしい、ね、そうですね。 あとよくコメントで来ているのがキャッチャーのところで、はい、なんで代打を出さないんだみたいな感じのもうファンの方で言われてると思うんです、まあ、そうだね、まあ、よく言われてるのはやっぱ同点ないしは、まあ、勝ってる場面ではやっぱ変えたくないんだよねキャッチャーって、うん、やっぱなぜかというと流れが変わるってよく言われてる、はい、キャッチャー変えるとね、うん、だから変える傾向にはない。負けてる場合、負けてる場合は変えてもいいと思う、うんうん、もう追っかけなきゃいけないからさ、は
はい、まあ、だからなりふり構わず、うん、だからそこら辺は変えてもいいと思うけど、うん、なるほどな。だから同点ないしはピッチャーが変わらないタイミングでやっぱキャッチャーに代打っていうのは、まあ、例えば1対0で6回いってたと、うん、ね、でチャンス迎えたと、うん、先発ピッチャーそのまま投げると、うん、あ、変えにくいんだ、変えにくいんだよ。確かに言われるとそうですよね。そうなんだ。だからそこら辺はね、球界で言われてることなんだよ。キャッチャー変えると流れが変わると思う。だただ単に例えば梅野選手とか坂本選手の打率が低いと、うん、だったら1点差とか2点差で追いかけてるんだったら、じゃあそこで代打打てる人に変えればいいじゃないか、なんで変えなんだっていうのね、 X で結構、ね、言ってる方も、まあ、バッテリーごと変えるっていうのも手もあるけどね、もうキャッチャー変わったらピッチャーも変えろみたいな、うん、でもだからその打率が低いからキャッチャーはい代打っていう、そんな単純なものじゃないんですよね。ではないんだよね。あ、だからまあ非常に難しいし、はい、で彼らもね、その坂本も梅ちゃんも、うん、数字持ってるし、もともとそうですね、もともと、だから結構勝負強いバッターなんだよね、はい、だからそういう、こう思いもあって変えにくいっていうこともある。この打席ではやってくれるんじゃないかなって、分かります、期待の方が上なんだよね。もう絶対打たないっていうキャッチャーもいるよ、うん、まあ、どっかの球団におったけど、三振ばっかりして、ああいうのは代打出してもいいけど、最近バッティングが良くなってきた、ね、そうですよね、うん、そうなんです、タイムリーでも使っとけば良くなるんだよ。そうですよね。でもそういうレベルじゃないからさ、阪神のキャッチャー2人っていうのは、うんうんうん、だからしっかりあの持ってるからね、はい、でだから数字はね、そうだな、ピッチャーの変え時によって変えたりだとかはできるけど、うん、それ以外だったらなかなかやっぱキャッチャーに代打を送るっていうのは怖い、怖いですよね、うん、変えて一人しかキャッチャーいなくなっちゃって、そのキャッチャーがもしアクシデントで、まあもう一人いるけどねそうだった場合考えて、やっぱキャッチャーっていうのはね、なかなか変え時っていうのは難しいですね。でも本当にオールスター後から阪神が調子を上げてきて、はいはい、今ね、上を狙えるっていう、そういうところまで打線の方も来ているので、そう、もうやっぱ阪神が盛り上がらないと関西方面が盛り上がってこないので、今静からしいからな。そうです、ようやくここに来てちょっと、まあまあアレンパね、行、うん、かないと頑張って、そうですよね、ちょっと関西、そして日本、ね、全体を盛り上げるためにも阪神頑張ってください、はい。